見せてもらったわ、例の映像。教団の一語に尽きるわね。で、何か分かったの？一応こちらでテロスについて調べてみたけれど、関係する事象はどのデータベースにも存在しなかったわ。計画の立案から予算編成、監察官庁に至るまで何もかも真っ白よ。彼らの指示母体にも？機密保持のため本人によって消去されているとかは？いいえ、最初から全ての記録が何一つ存在しないのよ。そんなことってあり得るの？第一、軍はあれを採用しているのよ。さあね。でも実際そうなんだから仕方がないわ。でもね、表が真っ白ってことは、裏を返せば真っ黒ってことじゃない？ねえ、コスモスって UMN からの直接転送って可能なの？いいえ、コスモスに限らず工事 AI の類は UMN チューブ、つまりハイパースペース内を返さないと機能に障害が出るわ。要するに移送の際には何らかの船舶が必要よ。それが？実は一週間ほど前、フィフスエルサレムの47番ポートに、一隻のハイアムズ社所有のドミニコ型輸送船が寄港しているの。その積載情報を調べてみたら、面白いものが見つかったのよ。港の重量感知計の記録で、入港時の総重量は3751トン。対して出港時は3750.79トン。ドミニコ型の定員は3名。この重量の変動は人間によるものじゃない。つまり、ペイロードから何かが運び出されたことを、この記録は物語っているわけ。通常、コンテナターミナルに運び込まれる貨物は、たとえそれが政府の機密であっても、必ず何らかの登録がされている。ところがこいつには、記録がなかった。そう。コスモスのメンテに最低限必要な機材の総重量ってわかる？そうね。筐体の仕様によっても変わるけど、だいたい200キロってところかしら。かなりビンゴに近いかもね。これがフィフスエルサレムで建造されていない限り。だったら、あのテロスの開発に、オルムスが絡んでるってこと？でも、一体何のためにそんなことを？さあ、でも、あからさまよね。まるで関係してますよって言ってるみたいにも思えるわ。何かをごまかすためにね。やっほー！てずるい！もうみんな揃ってる！一言連絡ぐらい欲しかったな、もう。つい今しがた揃ったところ。ところで、この前頼んでおいた件、用意できたのかしら？もうバッチリ！シオン、あなたの父親のことも、だいたい調べはついたわ。いい？この世には知らなくていいこともあるの。それでも、あなたはこの情報を知りたいのね。ええ。はっきりさせなきゃならないの。これは、15年前のユーティック機関に関する記録よ。連邦先進技術特別監査局。これが、当時のユーティック機関監察官庁の名前ね。はい。それと、当時の連邦政府から監察官としてミルチアに赴任していた人ですが。間違いなかったのね。はい、先輩の言っていた通りでした。父さんはユーティック機関の監察官だった。やはり父さんとミズラヒ博士の間には何らかの接点があったってことね。しよう。だからって
先輩のお父さんがミズラヒ博士と結託してグノーシスを召喚したと決まったわけじゃないじゃないですか。ほらよくあるでしょ、政府の官僚が無能で現場の暴走を止められなくて大惨事になっちゃうってこと。は？なんつー例えよそれ。だっていいの、気にしないで。最初から予想していたことだし、仮にみゆきの言うように無能な官僚だったとしても、これだけの事態を傍観していたことは明らかに罪よ。私が事件に関係することを兄さんが快く思わない理由もこれではっきりしたし、むしろすっきりしたわ。先輩。そうよ、予想していたのよ私は。だから。いいわ、こっちで撮るから。先輩。シオン。こんばんは。って、あれ、どうしたんですか主任。シオン、主任しっかりしてください。一緒に大丈夫ですか主任。通信がつながったと思ったら急に倒れちゃったんでびっくりしましたよ。来てくれたんだ。ま、僕が一番近いですから。そっか。もっとも100万光年離れていても真っ先に飛んできますけどね。何か飲みます？さっきまで MC に来てもらっていたんですけど、おそらく過労だろうって。いろいろと無理してるんじゃないですか。うん、ごめんね、心配かけて。ああ、ダメですよ、まだ寝てなくちゃ。もう大丈夫よ、今日はいろいろあったから、そのせいね、きっと。主任、ミズラヒ委員から伝言があるんですけど。ユリさんから？ええ、相談したいことがあるから明日デュランダルでお会いしたいって。でも調子が悪いようでしたら日時を変更してもらえますけど。心配性ね、もう大丈夫よ。あ、でも明日って。いや、いいんですよ、ミズラヒ委員の話の方が重要ですし、僕との約束なんか気にしなくても。ディナーなんかしてる暇ないですよ。ねえ、ちょっと外に出ようか。え？ええ、主任さえよければ僕は構いませんけど。